セターグイ、ルード・ディア・ブンガ、ザトゥグアあるいはザトゥグアは、クトゥルフ神話として分類される、作品群に登場する架空の神聖、クラーク・アシュトン・スミスによって創作された、衣装として、サドグイ、サドゴア、ゾタクアなどが知られる。ザトゥグアは、クトゥルフ神話として分類される一連の、怪奇小説などに登場する、人間より、はるかに強大な力を持った神とも呼べる、存在の一柱である。 初出作品は、クラーク・アシュトン・スミスが、ビアード・テイルズ1931年11月号に発表した短編、サタム・プラゼーロスの物語である、地球誕生直後にサイクラ・ノーシュから地球に飛来した、スミスが執筆した古代の大陸であるハイパー・アボリアを舞台とする作品では、大陸西部にあるブー・アミタドレス山の地下洞窟に住むと描写されていた、現代においては、 地下世界2に住むとされる。闇に囁く者では、ん会から到来したという説明である。カルトの一例フランシスティ・レイニーは、サトゥグアを読んだ素の地に結びついた、旧支配者の一柱と分類している。他の旧支配者たちより、比較的危険度が少ない存在として描かれることが、多い。スミスの魔道士ボ凡では自らを信仰する英ンが、迫害から逃れるのを手助けしている。 同じく、スミスの手になる七つの呪いでは、生贄に捧げられた人間を空腹ではないという理由で、食さずに他の神の元へと送っている。体の大きさは、クトゥルフなど他の旧支配者ほど巨大な描写はされていない。クトゥルフ神話 TRPG のデータでは、北極グマやイタチザメと同程度のサイズに設定されている。創造者のスミスは、 小説以外に彫刻も手掛けており、自らザトゥグアの像を作っている。ザトゥグアの神殿には、黒いタールのような不定形の姿をしたスライム状の生物が住んでおり、ザトゥグアに仕えているとされる。クトゥルフ神話 TRPG では、この生物に無形の落とし子という名前が付けられている。ザトゥグアには、詳細な経図が設定されている。スミスが、 ロバート・バーローに宛てた1934年6月16日付の書簡によると、宇宙の中心にある原初の混沌たるアザトースが、分裂によってサクサクルースを生み、サクサクルースが、ギズグス、フジウルク・オイグムンズハー、トゥルーの三神を生んだとしている。ギズグスが、イックナ軍ニス・スズが生んだズ・ステリゼムグニとの間に、ザトゥグアを設けた。フジウルク・オイグムンズハーとクトゥルフがザトゥグアの王子。一方、 ラブクラフトがジェームズ・ファーディナンド・モートンに当てた1933年4月27日付の書館ではスミスのものと異なる経図が想定されている。同書館ではアザトースが名もなき霧と暗黒を生み、それぞれがヨグソトースとシュブイコール・ニグラスを生んでいる。ヨグソトースとシュブイコール・ニグラスの間にナグとイエブが生まれ、ナグがクトゥルフをイエブが ザトゥグアを生んだとしている。つまり、ラブクラフトの書簡では、ザトゥグアとクトゥルフは、重形邸関係に設定されている。スミスの設定によるザトゥグアの親族を一家に示す。サクサクルースザトゥグアの父方の祖父にあたる、アザトースが、分裂生殖によって産み落とした、両性具有の神であり、ギズグス、フジウルクオイグムンズハー、トゥルーの御神を生んだ、ギズグスザトゥグアの父。 ススティルゼムグニとの間に、ザトゥグアを設けた、富士ウルクオイグムンズハーツザトゥグアの父方のおじ、ギズグストトゥルーの兄弟、親である、サクサクルースの同族クイの習慣を好まず、幼少時にヤーク種に渡り、その後サイクラのシュに移った、短い足と長い腕を持ち、頭が、体の下部から逆さまにぶら下がっているが、それ以外の部分は、ザトゥグアに似た姿をしているという、 魔導士エイボンに謎めいた言葉を投げかけた。エイボンはこれをありがたい託戦と受け取ったが、実のところは、ただの退去命令だった。トゥルー・ザトゥグアの父方のおじ、ギズグスとフジウルクオイグムンズハの兄弟、指定世界君言案にて、ザトゥグアの前に信仰されていた神、イクナ軍にスずスザトゥグアの母方の祖父にあたる。暗黒聖ゾスからやってきて、分裂生殖により、ズスティルゼムグニを生んだ。 ススティルゼムグニザトゥグアの母、ギズグスの妻、シャタクザトゥグアの妻、ヤークシュでザトゥグアとの間にズビルポグアを設けた。ズビルポグアザトゥグアとシャタクの間に生まれた子供、スファトリクルルプという娘がいる。インディアンたちの間では、オサダゴアと呼ばれており、前足がなくコウモリの翼を持ち、頭部に顔に変わって、蛇のような触角を生やした巨大なヒキガエルの姿をしているとされる。 オサダゴア・サドゴアの息子という名前であり、サドゴアはザトゥゴアの衣装、スファトリクルルプザトゥゴアの孫、ズビルポグアの娘、ブーアミ族の一個体との間に、不死身の国がティンザウムを設けた。ありがとうございます。